進行位置です iPad でも勉強したくて買ったんですが、iPad での勉強で何ができるか分かりません。教えてください。あとしなくちゃって思うけど、勉強に手がつけられません。受験前は10時間は余裕くらいだったんですが。うーん、映像授業とかね、えー、見れますよね。あとは PDF で、形式でテキスト。あの、ま,あ、ま,またあの出ちゃうんですけど、最近勉強してるから、例としてすぐ出ちゃうんですけど、CPA、会計学院っていう予備校は、そのテキストが PDF ででも見れるんですよねでしかもそのテキストその先生が授業中版書するんですけどその授業中の版書とかも PDF 系でダウンロードできて、まあ、それを、あのー、印刷しながらだから映像授業とかあの PDF 型の教材とか。 そういったもので使えるんじゃないかなと思います。うん、思いますね。個人的に僕はあのテキストとか紙ベースが好きなのでね。あの実際に持ってなんかこう？何ページあたりあったみたいなの。ってこう紙じゃなきゃできないじゃないですか。あるいはその4-14-2あ。こういう4の。 4章にはこういう種類のがあってそのうちの今ここやってるんだなっていうその常に全体像っていうそのを意識しながら勉強できるので紙ベースも好きなんですけど例えばそのまとめみたいな単発の何かっていうのは例えば何ていうの単発のものをえ例えば写真とか撮ったりして 保存して、お気に入りに追加して、お気に入りのとこだけ見て、なんかこう、要確認事項だけ見ていく、みたいな勉強もできるかなというふうに思います。はい。あの、僕、司法試験受けるときとか、あの、iPhone。iPhone は、えー、家にね、置いてて、iPad ですね。あの、何も電波通じてなかったんですよ。僕の iPad、それ、契約してなくて。電波通じない iPad に、えー、その、 iPad で参考書を写真撮って、で、その参考書、写真撮ったやつを、こう、往復の電車の中でずーっと見てたみたいな。iPad 片手にずーっと、これはこれで、これはこれで、これはこれで。で、あの、覚えたやつを削除して、で、覚えてないやつだけどん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 残ってって、で、覚えてないやつをひたすら繰り返して、で、覚える。まあ、これは覚えたかなっていうやつをどん,どんどんどん削除してっていうのを繰り返してたんで、むしろ勉強時間になってましたね。はい。